皆さん、今日はゼルディと一緒にお口周りの筋肉を鍛える体操をご紹介します。鏡を見て筋肉の動きを意識して行いましょう。はじめに頬の体操を行います。頬を鍛えることで噛む力や飲み込む力がアップします。頬を思い切り膨らませて8秒間維持します。そして頬を強く吸い込み8秒間維持します。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。これを5回繰り返します。次に下の体操を行います。この体操を行うことで舌を動かせる範囲を広げることができます。舌をできるだけ大きく前に突き出し8秒維持します。そして舌をできるだけ引っ込めて8秒維持します。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。これを3回繰り返します。最後は口を開けるトレーニングです。この体操を行うことで首周辺の筋肉が鍛えられ食べ物を飲み込む力がアップします。顎関節症や顎関節脱臼のある方は行わないでください。口をできるだけ大きく開け8秒維持します。そして口の力を抜き8秒休憩します。筋肉にさらに負荷をかけるために口を開けた時顎の下を両手の親指で押さえる方法も効果的です。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。これを3回繰り返します。これで体操の紹介は終わりです。本日行った動画やオーラルフレイルに関する情報は町田市保健予防課のホームページにも詳しく掲載されています。みんなで一緒にオーラルフレイル予防に取り組んでいきましょう。